こんばんは。こんばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。ギフトありがとう。講演もありがとうございました。楽しかったです。ギフトありがとう。流星、そう、今日流星初めてだったんですよね。初めましてで。記憶ないけど、すでに 緊張しすぎてすでに記憶ないけど。でもアーカイブ見る勇気もないから。大丈夫か。こんばんは。ギフトありがとう。そう、きっとエクスプロージョンやるだろうな、やるって思ってた人が多かったかなと思ったんですけど、実は流星でした。ギフトありがとうございます。こんばんは。ありがとう。ギフトもありがとうございます。ありがとう。そう、でもなんか自己紹介じゃない、自己紹介 MC っていうコメントを見たからさ、自己紹介って言っちゃった。あの衣装 衣装なんかすごいメンバーが「いいじゃん」って言ってくれて嬉しかったです。そう、あんまりパステルカラーとかがね似合わなくて、そう、暗めの色の方がね似合うんで、まあ、今日白着てるんですけど ギフトありがとう。ありがとうございます。いや、でも本当に本当は前回の公演で急遽流星する予定だったんですよ。けど、まあその公演がなくなっちゃったので、今日、そう、今日も一応やる予定だったんですよ、本当はね。そう、けど今日初めてやる予定だったんだけど、その10日に本当はやるみたいな話がになってて、そう、それで急遽覚えてくれませんかって言われて、もうやりますってみたいな感じだったので、もう急いで覚えたけど、結局なくなっちゃったから。そう、でも逆に良かったです、今日で ギフトありがとう。ありがとう。ありがとうございます。歌うまい。ありがとうございます。いや、歌はね、そう、本当にここ数年、ここ1、2年でようやくなんか頑張ろうっていう気持ちが、そう、やっと出てきて 遅いんですけどね、アイドル8年目なのにね。そう、やっとなんか歌に対してもっとなんかちゃんと向き合わなきゃダメだと思って、そう、だから最近は本当にギフトありがとう、めちゃちゃんと頑張ってる ちゃんと頑張って、まあ、そうすぐには上手くなるものじゃないので、歌ってダンスと違って、まあダンスもそんなすぐには上手くならないかもしれないけど、ダンスよりかは多分だいぶ時間がかかるものだと思ってるので、自分もすごく頑張ろうって思ってます。
いやでもむずいよね、ただ歌うだけじゃないからね、踊ってるからね、それが難しいんですよね、なんて言ってもそう、ただ歌うだけだったらさ、わけが違うんだよね。歌ってさ、踊って動いて、ファンの人にもファンサービスしてみたいなことをするから難しいんだろうけど、まあそれが職業ですから私たち。ただまた本当に今日は本当最低ライン、もう最低ラインがここだとしたらここぐらいの出来だったと感じなので、ちょっと頑張ります。また次もし流星できるってなったら頑張る。こんばんは。そう、今日は本当になんかもう研究生の子たちもたくさん出てくれて、今のチームエースはね、研究生の子たちがいないと講演ができない状態なので本当にありがたいです。ありがとう、今日も助かったよ。サラちゃんめっちゃ可愛かったんだけど、なんかみんなこの公園出ると泣いててさそれがまた可愛くて、そう、みんな達成感にあふれて泣いてて可愛い。サラちゃんがゆずぽさん優しかったって言って、そう、なんか結構意外と喋り、ちゃんと喋れるタイプの子だったのでそう、昨日もなんか昨日のショールームも見てましたって言ってくれてた、嬉しい。あのた、なんか縦に目が大きいの、大きいのねの下りを見ててくれてたみたいで、そこを言ってたちゃんと見てて可愛い。こんばんは。いやでも私の妹と同い年なんで、なんかやっぱり喋りやすい感じがする、なんかわかんないけど喋りやすい感じがする、なんか他の子よりも。やっぱ家にその同じ女の子がいるので、同じ年の女の子がいるから、やっぱ喋りやすい気がします。そう、でも今日も楽屋公演終わって楽屋にいたら、廊下にいたらすごい近くに来てくれて可愛かったです。いや本当に喋りかけなきゃね喋りかけなきゃね、頑張って。こんばんは。あ、ゆずの妹は JK2 です。次3です。3つ差なんで、3つ違いです。まだキラキラ JK だよ。こんばんは。ギフトもありがとうございます。今日はね、ねじりハーフツインですけど、あんまりなんかやっぱ似合わないかも。またちょっと試行錯誤中だな。あ、さっくんも高校2年生なんだ。あ、そうなんだ。そこら辺マジでわかんないんだよな。むずいね、年齢覚えれないわ。なんか何期生とかはわかるけど、なんか先輩の年齢とかさ、先輩って思った以上に年上だけど、なんかもう年齢不詳すぎ、若すぎて。なんかわかります？なんかちかさんとかってもう24歳とかですよね。24歳なのみたいな。もう絶対嘘でしょって感じない？そんなことない？いや、いい意味でだよ。すごいなんかフレッシュ絶対世の中、なんかその一般の24歳よりも絶対に若く見えるし、
そう、そうだから本当に若く見えます。見えないです。に絶対違うよね、24じゃないでしょみたいな。なんかだから先輩が若く見えすぎて本当の年齢知らない、わかんないです。こんばんは。流星めっちゃ良かった、また見たい、ありがとうございます。そうでもペンライトめっちゃ見えてけど、もう顔なんて見る余裕なかった。どこ向いて踊ってたんだろうねってぐらいだけど、ファンの人の顔見れなかったって、どこ見て踊ってんだろう本当に。真正面しか見てなかったかも、本当にもう覚えてないです、緊張しすぎて。ギフトありがとう。ホワイトラブより緊張しましたホワイトラブより緊張した。ダメだね、ちょっとまた緊張してるように見えなかった。そう今日スタッフさんにも言われました、ゆずぼって緊張するんだって言われて。いや緊張はしますよね、緊張するんだって言われました。完全にエクスプロージョンだと思った。絶対そう思ってる人が多いだろうなと思った。しめしめって思ってましたどうせ私がエクスプロージョンやると思ってるでしょって思いながら生きてました今日まで。騙されたでしょ2人ありがとうございます。だってエゴサしてもさ、なんかゆずぽエクスプロージョンかなみたいなのしか出てこなくて、そうみんなちょっとねえ思考回路一緒すぎでしょみんな。まあ確かにやったことあるならそう思うよね。褒めポストしといた、わあ嬉しい、ありがとう。いやでも本当にダメダメでした、自分の中では。まだ頑張らせてください本当に今日は本当にこれが最低ライン、せめてもの気持ちで本当にダメです。今日はこれはちょっと本当にね、本当にアンコールいいですかって言いたいぐらい本当に今日はダメダメでした。ちょっとまた頑張ります。ギフトありがとう。そうでも見送りでも褒めてくれる人がいたりとか嬉しかったです。そう本当に苦しい、めっちゃさ差し入れめっちゃいただいたんですけど、プラス夜ご飯食べちゃったか、マジでお腹がポンポン、今やばい、タヌキぐらいありそう、やばいです、ちょっと苦しい、やばい本当に。こんばんは。
ストーリーの八木さんと、八木さんだそう、八木ちゃんで動画撮ってました。そう、私去年もクリスマス手つなでてて、そう、その時はね予約したクリスマスだったんだよね。曲ユニットは立候補制なのかな、うん、うん、全然なんか本当にマネージャーさんたちもなんか私のなんかその歌を頑張りたいっていうのをすごい応援じゃないけど、なんかすごい本当に頑張ってほしいですみたいな、そう前向きなね感じですごい言ってくださってて、なんか本当になんかこの流星やるってなった時もなんか本当に歌をそのなんかファンの方に聞かせてあげたいから任せてもいいですかって言ってくださって、そう、もう嬉しくて嬉しくてそう、やっぱ自分がやりたいだけじゃできないじゃないですか。やりたくてもさ、結局決めてるのマネージャーさんたちだから。そう、ただ本当に私も歌いたいだけじゃダメだと思うので本当に頑張ります。リーダーからキティちゃんのネムシールもらった、あ、もらいました、持ってきた、コナンくんのクリアファイルに入れてる、めっちゃ可愛いんだよ。私最近これのさシールめっちゃ、これまずマツケンサンバのゆずぽシールね、めっちゃお気に入り、まだ1個しか使ってないけど、マツケンサンバのこれマリンが買ってくれました。マリンが、あ、2つないわ、2つでどこに貼ったんだろう、あ、はい、そう、お気に入りです。2個目がニスプの泉ちゃんがくれました。これはゆずきちゃん、私の推しメンのシールです。かわいい、かわいすぎる。まだね、もったいなくて1個も使ってないです。かわいいでしょ、ゆずきちゃんにした。わざわざ泉ちゃんがさ、あったよってさ LINE してくれて、そう、やってくるよって言ってくれました。リフトありがとう、かわいい、お気に入りです。まだ使ってません。で、肝心の今日ちかさんがくれた、かわいい、キティちゃん使えなさそう、これもかわいすぎて、ちょっとやばくない、これやばい、かわいい、ハローキティ。あれなら何に貼る、あ、でもマツケンサンバシールはモバジューに貼ってます、モバイルバッテリーに貼ってる、私のシールたち全部字、全部ゆずき、ゆずきちゃん、ゆずぽで違うお名前シールです。かわいいです。ただもったいなくて使えなさそう。かわいい、ちかこさんゆずきって呼ぶ、うん、ゆずじゃ、ゆずかな、ゆずって呼んでくれます。ゆずきちゃんかわいそう、ゆずきちゃんかわいくない、私も気に入りです。
や本当に推しメンが可愛い、どうしよう、マジで可愛い、天才、可愛いな。可愛いです。メンバーでゆずき呼びしてる人っていないな。なんかゆずきさんがその枠だったからいないですね。ゆずぽーだな、ゆずぽーか、ゆずぽさんか、ゆずかかな。かわいい。まあ、なんて呼ばれても嬉しいです。お前とお前とか貴様とか以外ならそう、名前呼んでくれれば嬉しいです。なんでもなんかたまに本当なんて呼んだらいいですかとかって言われるけど、お前とか貴様みたいな、 そんなそれじゃ以外なら全然なんでも嬉しい。あとちかさんがね、そうキティちゃんとちかさんのツーショット生写真みたいなくれた、見せないけどマジで可愛くない、ラブだよだって可愛い、ラブだよだって、ラブだよって何ですかね、めっちゃ可愛くない、可愛い、見せません、私だけのものなので。お気に入りです。こんばんは。私キティちゃんも好きでさ、チカさんも好きで、もう私得すぎない、ちょっと私得すぎる。今日やっとチカさんにお誕生日プレゼントも渡せて、そう、よかったです。こんばんは。リフトもありがとうございます。ありがとう。今日の髪型やっぱり嘘、今日の髪型ね、あんま気に入ってない、あんま似合わないからもうやんないか。なんかさ、人がやってて可愛いなって思う髪型をさ、自分がやるとやっぱなんか違うんだよね。その人に似合ってるっていうだけで、やっぱなんか誰しもそれが似合うかって言ったらそうじゃない。横みたい、よこんな感じです。なんかねじってピンで留めてもらってます。そう、なんかね、毛量が少ないからどうしてもなんかストンってなっちゃうんだよね。そう、それがね多分原因、毛量が少ないの。髪は長いんだけどね、髪は長いんだけど毛量が少ないの。ダメです、ね、
やっぱポニーテールするべきだったかな。私なんかシンポジとかさ、そういう初めて系はさ、ポニーテールするって決めてるんですよ。やっぱそれだからうまくできなかったか。しかも今日香水つけ忘れたから、それもあるかもしれない。やっぱいつものルーティーンが崩れてしまって。流星かっこよかった、嬉しい、嬉しいけど。嬉しいけどもっと頑張る。今日が最低ラインだと思っててください。私もっと次はいいものを見せます。頑張って。それぐらい今日の流星はもうダメダメでした。もう落ち込んだもん。公演中にも限らず、関わらず、本当になんかテンション下がっちゃった。頑張る。ルーティンが崩れるほどの緊張感。だいぶ緊張しました。だって今日まだ一回もツムツムしてないもん。わかるでしょ、そういうところですよ。つむつむしてないイコール携帯を見ていないイコール練習を頑張ったってこと。それぐらいそわそわしてたんです。今日まだ一回もやってない、一回もログインしてないんだから。つむつむ本当にやばいでしょ。サニサニハート送んないと。この間もさ、東海ラジオで会ったんですよ。なんか谷さんたちが収録して、その後私とあやかぴんが収録だったんだけど、何か言ってくるなと思ったら、またハート送ってねだったハート送ってねだった。かわいい谷さん、それしか言わない私に。そう、ずっとハート送ってねしか言ってこない。ハートちょうだい、ハートちょうだいってめっちゃ言ってくるこんばんは。そうだからちゃんと送ってます。私もつむつむってずっと人気なんだね。いやなんか2019年8年ぐらいにめっちゃメンバーでブームだったんですよ。すっごい流行ってて、で一旦そのブームが過ぎ去ったんだけど、去年あたりからなんかまた再発しだして、最近になってめっちゃみんなやりだした。でもつむつむ10周年らしいよ。やばくない？10年だって、すごいよね。ギフトありがとう。谷さんもくれますよ。谷さんはよく夜遅くにハートくれる。めっちゃくれます谷さん。今日は50分になったら終わろうかな。あとちょっとだけど。こんばんは。今日も早く寝たいな。早く寝よう。こんばんは。
ゆっくり休んでね。ありがとう。みんなもねって言おうとしたけど、まだみんなは休みじゃない。まだ。まだ休みではない。世間的にはまだ仕事。頑張ってください。頑張ってください。応援してます。こんばんは。いや大変だね。めっちゃ人ごとすぎ。いやでもみんな偉いよ。頑張ってる。みんな頑張ってるけど、もっと頑張ろう。もっと頑張ろう。もっと頑張ろうかし。頑張ってるけど、もう少し頑張ろう。これだな。頑張りましょう。みんなの頑張りは知ってるよ。何、誰目線なの。私のために稼いでとか言わなくてよかった。まあまだそういうキャラではないですね。はい、そのうち言い出すかも。僕は知っているみたいでした。牧師。こんばんは。もう50分じゃん。終わろうかな。みんなメリクリ。また明日。メリクリメリクリ。言い忘れてた今日のショールームで。メリクリ。また明日ね。おやすみなさい。ありがとうございました。メリクリ。バイバイ。ありがとう。またね。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。